空転車道の起源を遡れば、そこには飛行艇がいると言われています。世界に広く対空転車道を広めたのは飛行艇だと、歴史の教科書にもこのように記載されています。しかしその歴史の裏側に隠されたもう一人の人物がいることは世間一般にはあまり知られていません。キム・ローチ、宇宙創生のビッグバンに関わった人物としても名前が登場する彼こそが、飛行艇に対空転車道を伝えた人物だとされています。今夜の歴史史はヒストリアでは、そんな謎の王ローチについて焦点を当てていきたいと思います。君の影を追い続け、僕らは何年待ち続けただろうか。お待たせしました皆さん。ついに彼女がこの惑星に戻ってきました。すまん。後ろ姿だけ見てもよくわからんのだが、これは T72 じゃないのか？お前を殺す。はぁ？わかってないな吉田くんは。仕方ない、まずはこの車両の説明からだな。T90A、バージョン 2.1 でソ連戦車ツリーに実装された第3世代 MDT です。2017年のエイプリルフールイベで登場した車両がついにゲーム内で正式実装されました。同じエイプリルフールイベで実装されたレオニエゴやハインド、アパッチなんかよりもだいぶ遅れての登場ですね。この瞬間を待ちわびた人は多かったのではないでしょうか。さて、そんな T90A 型が登場したのは2000年初頭ですが、T90 という戦車自体の歴史はソ連崩壊目前の1986年にまで遡ります。1986年、当時ソ連では高性能だがコストの高い T80 シリーズと、性能は劣るが安価な T72 シリーズを並行運用してました。しかし素人考えでもわかる通りに多様な戦車を2種類運用するなんてのはコストや効率の面でもいいことなんてありません。そこでソビエト首脳陣はコストの安い T72 を強化し、T80 並みの性能にまで引き上げることを決定。要は運用する戦車を T72 に一本化しようとしたってことです。この時3つのプランが提案されました。一つは T72 のデザインを根本的に見直し、当時最新鋭だった T80U 並みの性能へと引き上げようというもの。そしてもう一つは新型の FCS や爆発反応装甲を装備することによって性能向上を図ろうという簡易的な改修プランでした。プラン1はオブジェクト187の名称で開発が進められ、既存の T72 からの脱却を目指すためその設計は非常に意欲的で、様々な新機軸が取り入れられました。マズルブレーキが必要なほどに威力を向上した新型 125mm 砲の採用、従来の1型鋳造砲塔ではなく、西側 MDT のような溶接式の角張った砲塔の採用、1200馬力の新型ディーゼルエンジン、もしくは T80 と同様のガスタービンエンジンの採用、そしてコンタクト5よりも新しいレリクト爆発反応装甲の採用、ちなみに新型エンジンは X 型というなかなか変態チックなデザインだったという点はよく覚えておきましょう。注目すべきはこのウラジミールと呼ばれる新型の溶接砲塔、後で触れるので名前だけ覚えておいてください。さて、意欲作となった新型 T72 モトイオブジェ187は確かに性能水準を T80U 相当まで引き上げることに成功していました。しかし T80U 相当の性能に対する代償は当然コストという面で重くのしかかります。安価が売りの T72 なのにコストが高くなってしまうのであれば本末転倒。ゴルバチョフ政権主導で軍事費の削減が進められ、さらに91年にはソビエト自体が消滅してしまう波乱の時代において、こうしたコストの高騰は見過ごすことができない問題でした。結果、意欲作だったオブジェ187が正式採用されることはなく、クリンカ博物館の片隅でひっそりその余生を過ごすことになりましたとさ。結局のところ世の中金なんだと体を張って教えてくれたオブジェ187軍に乾杯。さて、コストを抑えたいのであればやはり小規模な改修で何とかするしかないわけであります。そんなプランにはオブエイト188の名称で開発が進められました。改修内容は至ってシンプル。既存の T72 車体をほぼそのまま使い、装備だけを T80U で使ってるもので更新するというもの。これにより飛行はレフレックス対戦車ミサイルを発射可能な 2A46M2A、FCS も新型を採用。防御面では砲塔内部に封入される複合装甲を新型へ。爆発反応装甲も当然コンタクト5を採用。さらに T90 の代名詞とも呼べるシトーライチアクティブ防御システムを採用。これはミサイルなどの誘導兵器に対して電子的な攪乱を行い、弾道を逸らすという独特な装備でした。以上がオブジェ188における大まかな改修のポイント。見ての通り既存装備の有用だったり本当にコンパクトな改修にとどまってるため、オブジェ187と比較してコストは断然安く抑えられました。結果、このオブジェ188が T90 戦車として採用されることとなります。初期型の T90 の特徴は T72 と同じ O1 型の後頭にシトーライチがついていること。しかし後の時代の T72 にも後付けでシトーライチを装備した方があるらしく、見分けるのは非常に困難でしょうね。まあこの時点の T90 は本当に T72 の改良型という立ち位置なので当然ですね。さて、僕らの知ってる T90 に近づいていくのはこの後からです。財政難にあえぐロシアにとっては費用を可能な限り抑えた機体の新型戦車こと T90 すら重く、そもそも T72 小改良を施しただけの T90 に対する期待が薄かったこともあり、92年の採用から96年までに120両が生産された時点で打ち切りとなってしまいました。しかし国が貧しけりゃ国民もひもじい思いするわけでして、 T90 を国に買ってもらえなくなった生産工場はシベリアの寒空の中路島に迷う危機に直面しました。自国に買ってもらえないなら海外にその買い手を求めるしかありません。この話に最初に食いついたのはインドでした。隣国パキスタンと火花を散らすインドは310両の T90 をロシアから購入、自国でたった120
120両しか買ってもらえなかったのにその2倍以上の受注、特大の大口受注なのは言うまでもありません。さて、大量の外貨を獲得し、安定した買い手も得られたことで T90 はさらなる進化の道を進むことになります。インドが購入したのは T90S と呼ばれるタイプで、初期型の T90 からは見た目、性能ともに大きく向上していました。まず砲塔にはオブジェ187で開発されたウラジミール砲塔を採用。ただしこれはオブジェ187のものよりも若干グレードを下げたものだったそうな。さらにエンジンも新型を採用。馬力は従来の840馬力から1000馬力へと向上、大幅な機動力の向上を果たしています。そしてさらに時は流れて2000年代初頭、経済の回復とプーチン大統領の強いロシア政策に伴い、ロシアは軍備再建へと乗り出します。ロシア軍に対する T90 の調達が再開され、この時採用されたのが今回ゲームに実装された T90A という型でした。 T90A は基本的に T90S の小改良型です。 T90S ではダウングレード版となっていたウラジミール砲塔を完全版にし、防御力を向上、その他新型の飛行や複合装甲への換装などを行っています。ベースとなった70年代の T72 と比較し、その攻撃力や防御力は2倍以上、機動性も大幅に向上。30年以上改良が続けられたソ連の名戦車はその名前を変えながらもついにここまで到達しました。さて、ここまで長らく T90 戦車の歴史を解説してきたわけですが、多分皆さんよくわかっていない部分がありますよね。おそらくウラジミール砲塔とヒトーラ1についてそれぞれ解説しましょう。まずはウラジミール砲塔について、これはさっきまでの話にも出ていた通りオブジェ187で開発された溶接砲塔で、名前の開発者のウラジミールさんにちなんでるんだそうな。溶接って言われてもわからねえよってなると思うので見るのが早いでしょう。こちらは T72 戦車の砲塔、いつものワン型の丸っこい形してます。そしてこっちが T90A のウラジミール砲塔、全体的なシルエットこそ似てるものの、先ほどの丸っこい形に対し、こちらはカクカクしてるのがわかると思います。要はこれだけの話です。西側戦車で広く採用されてる溶接箱型構造をソ連戦車でも採用したという話なんです。続いて、ヒトーラ1、アクティブ防御システム。これは途中でも触れた通りミサイルとかの誘導兵器から身を守るシステムの総称です。一番有名なのは敵から撃たれたミサイルに対して砲塔正面の赤外線サーチライトを照射することで、ミサイルの誘導をジャミング、弾道をそらすというもの。しかしこれはあくまでヒトーラ1の1機能です。T90A の砲塔上面には各方向へ向けてレーザー照射を検知するセンサーが取り付けられています。ヒトーラはこれらセンサーと砲塔正面ジャミング装置、そしてそれらを統括するコンピュータからなる大掛かりな防衛システムです。センサーがレーザーを検知すると、T90A は対象へ砲塔正面を指向、赤外線を通さない物質を含むスモークを展開、それと同時に砲塔正面のジャミング装置が起動されるといった流れになってます。残念ながらゲーム的には勝手に砲塔を動かしたりスモーク展開されたら邪魔なので、砲塔正面の邪魔しか機能してないですけどね。せめてレーザー照射された方向ぐらい教えてくれると嬉しいですがね。これがゲーム的にどこまで有効なのかは、まあ実戦に出てみればわかるでしょう。さて、これにて史実における T90A の解説は終わり。最後に駆け足でゲーム内の性能について解説しましょう。長所と短所を列挙するとこんな感じ。まず防御力についてはこの辺のランクのソ連 MBT の例に漏れず非常に優秀。複合装甲のある部分ならば車体正面で 600mm 以上、砲塔正面で 900mm 近くあります。ただし同じ他のソ連 MBT の例に漏れずこの子もいつものバイザー付近、方針脇、車体下部が弱点になってます。相変わらずここさえなければという口惜しいポイントですね。続いて攻撃力。T90A ではソ連 MBT が長らくお世話になった 3DM42 とついにおさらばし、新砲弾の 3DM42M が使用可能になってます。ただ M がついただけじゃないかと侮るなかれ。その貫通力は驚異の 526mm、文句なしでソ連3最高貫通の APFSDS です。ただまあ、同時期に実装されたレオニ A6 とか M1A2 の新砲弾あたりが軒並み 600mm 貫通なのを考えると、若干見劣りする感は否めないですね。まあそれでもこれまで平均だった BM33 クラスは大幅に上回ってるんですがね。最後に機動力。こちらは史実でも話があったようにエンジンが1000馬力にまで強化されてるので加速力は文句なしです。さすがに同格の西側 MBT には劣りますけどね。しかしそんなのも全て帳消しにしてしまうのが相も変わらず劣悪な後退速度。時速4キロはいろいろなシーンで足を引っ張っちゃう問題児です。エンジン強化するときにその辺もどうにかしようって気にはならなかったのかね。まあおそらくそれこそが T72 以来の改良型でいろいろ限界が見えてる戦車だと本国ですら言われるゆえんなんでしょうね。さて、長らく解説してしまいましたが T90 戦車の魅力が十分に伝わったことでしょう。それじゃあぼちぼち試合の解説に戻りますか。すごい男だ。前提大変です。動画時間がすでに10分近く経ってます。何？大したことじゃないさ。いいかい、人間50年というように人の人生ってのは100歳くらいまで続くものなんだ。あ、まあいいや。つまりね、そんな100年の人生の中において10分というのは些細なものでしかないじゃないかと。逆に100年もないだろう人生の中の貴重な10分を無駄にしてしまったとも言えるのだが、この10分を無駄だったと捉えるかどうかはきっと君の考え方次第だよ。物は言いようだで全く。俺たちゲームをしに行ってんだ。長々お話聞くためじゃないぜ。それが分かってんならせめて見どころたっぷりな試合見せてくれるのを期待してるぜ。分かってない。俺を誰だと思ってるんだ。宇宙創生のキムロウシやぞ。あまり調子に乗ってると中の人の本領ぶちまけるぞ。それは勘弁。会社にファンレター届いちゃう。さあさあ、雑談もそこそこにしてそろそろ真面目に試合するか。とりあえずいつものお気に入り小島で来たわけだが、おっと、早速お出ましだ。あやレオニA6かな。目の前のエイブラムスを狙ってるのかな。
なら頭を出した隙に首元ぶち込んでやるぜ。いや待てこの動き。浅いか。社長しか刺さらんかった。まだこっちには気づいてないみたいだな。もう一発いけるか。狙って狙って。そこだ。よし、弾薬庫命中、活石ごとぶち破ってやったぜ。さて、とりあえず開幕 A6 吹き飛ばせたのはでかいが、その後敵の姿が見えんな。さっきから交戦してるのが A4 名だけみたいだし、敵3000人 A にいるのかな。と、なんでやっと A に来たのに今度は B かよ。とりあえず敵から撃たれなくてよかったと喜ぶ場面だろうか。さっきマップ映った感じだとすぐそこにいるみたいなんだがな。そんなこと言ってたら A の館みんなやられちゃった。どうやら A6 がいる様子。どうせ B 拠点で敵がいるって言ったらこの先の稜線裏だと思うんだが。って普通にそこに棒立ちしてるやん。うお、マジか。弾薬全然入ってねえ。ちゅう、危ねえ。残念、それは俺のお稲荷さんだ。お前のお稲荷さん狙いところにあるな。しかも飛行でどっかれるって。うち、レオンに行くべきか。な、おい待ち。路線が枯れてねえ。さっき味方送ってたのは確か A6。となるとこの英語は別人か。もしや後ろから回り込まれてる。貴様の罪を数えろ。この俺を侮辱した罪、この俺を撃った罪、そしてこれは死んだクリリンの分だ。うん、 A6 目なんて厄介なやつだ。死ぬかと思ったぜ。いや、どう見てもプーマだろ。バッキャロー、こんな戦場にプーマがいるはずないだろ。あれは間違いなく A6。 もしか A6 が産み落とした卵から生まれた A6 の妖精だと。ちょい待ち、無駄話してる場合じゃねえ。レオのエンジン音だ。見えたな、レオン系だ。今の走り込みだと多分この辺から捉えた。狙って狙って。ちょ、まあいい、エンジンは潰した。あとはしっかり車体を狙って。そこだ。うお、マジか。全然ダメージ入らんかった。ええー、鬱陶しい。機銃撃つんじゃないよ。さっさとおねんねしやがれ。うち、レオン系撃破。まさかあんなのに3発も使うとは。まあ切り替えろ。それよりも C 方面で味方が足止め食らってる。レオンに英語がいるらしい。さすがに軽戦車であれの相手はきつかろう。ここは我々が側面攻撃でサクッと解決だ。捉えた。よし、命中、英語撃破。あまり長いこと平原に突っ立ってるべきじゃないな。戻るぞ。いや、このタイミングで B に出てくるのかよ。そうなるとこの位置はちとまずい。だがやむを得ん。迎撃だ。おっと、お前かよ。命中、ドイツローランド撃破。拠点の占拠も止まったな。戦車じゃなくて助かったぜ。おっと、敵さんのお出ましだ。さて見えねえ。俺の指示に合わせろ。今だうぜ。手応えなし。手前も稜線に当たったな。あや、稜線が思ったよりでかかったか。まあいい、味方もいるしここは一気に仕留めよう。さあ覚悟しやがれ。あ、味方さんナイス。その後はこれといった動きもなく敵が全滅して勝ちました。うん、中盤はいい感じにスコア繋がったんですけれどね。その後がうまくいかんかった。やっぱりこのランクは上手い人も多いですからね。なかなか大量スコアのビッグゲームは出ないもんです。このスコアで鋼鉄の英雄もらえるんだから、このランク帯の難しさがよくわかりますね。さすがにこれだけじゃ紹介動画としては寂しいので、もう1試合行きましょうか。さて2試合目行ってみましょう。マップは9番。服が多いのでソ連戦車だとちょっときついマップですね。今回は比較的平地が多い拠点 C 側にやってきました。ここは激戦区でもありますからね。しっかりカバーに入らないとあっという間にやられちゃうんだぜ。ただ今回は少し敵の進行が遅いみたいですし、大胆に前に張り付きますか。よし、この稜線が使えそうだな。とりあえず覗いてみて。ふむ、その辺にはいるみたいだがよく見えんな。む、建物側にも敵が。てお、なんだ貴様は M18 じゃねえか。なぜここに。おお、そ、建物の方からだ。建物ごとぶち抜いてきやがった。それならこっちも反撃だ。ち、手応えなし。この建物が邪魔だな。これじゃ狙えん。発砲円的に多分この辺だと思うんだが。おっと、ちょうど建物が崩れたか。吹っ飛べ。命中。あら英語だな。コンスト旋回装置潰したぞ。最後は操縦手だな。狙って狙って。あらや、味方ナイス。今回はかなりお手お手ムードだな。この勢いでもう少し前に行ってみよう。さすがにここまで来てるとは敵も思うまい。この岩がちょうどいいな。さて、何が見えるか。おっと、ちょうど敵さんが出ました。いらっしゃい。狙って狙って。よし、車体株命中、レオン英語撃破。ふっふっふ、ドッキリ大成功。さて、このスモークの中に味方からボコボコ撃たれてる敵がいるようなんだが、この辺か。うお、急に晴れた。うち、レオン A4 撃破。ってあれ、え、思いっきりスモーク残ってるじゃん。照準越しでも晴れてないよな。なぜさっきは。まさか吉田さん、ピコタンじゃ。ピコ手線はボケー。 B 方面に敵が押し寄せてきてるな。む、あれか、そこだ。
うっほ、なんかすげえところ抜けた。平面ギリギリで弾薬庫直撃か。やるな。さすがにあんな弾かれそうなところは積極的に狙いたくはないね。今回は運が良かった。おん、味方から注意喚起。すぐ隣を刺してます。マジか。この丘上にいたのか。いや、だが全然発砲音とか聞こえなかったぞ。奴は忍者か？まあいいや。忍者だかなんだか知らんが、忍者スレイヤーの私が近くにいたことを後悔するんだな。しかしマジでエンジン音の一つも聞こえやしない。ガセじゃないよな。念のため攻撃支援要請しておいて、いるんだったらこれで何らかの反応はあるはずだしな。そんでもってここの丘上への入り口はこっち側か。そこだな。いるんだったら多分エンジン音聞かれてるし登り口に張りに来てるはず。さすがに単独で行くのは自殺行為かな。うわ、そっちかよ。そ、展開装置が。なんの、まだまだ。うし、命中、ホースとかエンジンも潰したぞ。ふっふっふ、これこそがエスタンクやラムシキングで鍛えた力だ。吹っ飛べー。命中、ストアブ 122BPLSS 撃破。しかしあの一瞬で的確にこちらの首元を狙ってくるとは、やはりみんな上手いなこのランクは。俺だったらとっさ打ちでソ連 MDT の一番硬いところ打っちゃう自信あるよ。うわ、さっきのやつも戻ってきた。車体回せ。危ねえ。危うく割れるところだったぜ。そしてすかさず追撃。ちぃ、硬いところに当たっちまった。もう一度打ちに来るかな。今度こそ。そこだ。ちぃ、どこまかと動きやがって。もう一発。いや、落ち着け。さすがに車体丸出しで撃ち合うのは危険だ。ここの要点なんてちょうどいいだろ。ここで車体を斜めにすればちょうど頭出しで。いい場所だ。さあ来やがれ。頭出し勝負だったらこちらも得意でね。どちらが真の頭出しキングか競うではないか。勝負。そこだ。後進と兵たち。技ありってところか。埋めてやりに行かないのか。他にもいくつか敵の気配がある。今から行っても間に合わない可能性あるし、余震が間に合っても他との戦闘に巻き込まれて、結果人数不利でやり合う羽目になりそうだ。とはいえ頭出しのストアブ122とやり合うのはそれはそれで不毛だ。どうしたもんか。あ、そうだ。せっかくだし油弾使ってみるか。この子の油弾は新型で次元新艦が使えるんだ。うまくやれば奴の天板を吹き飛ばせるやもしれん。一応距離を測っておいて。700か。悪くない。おっと、ついに来たか。さあ、新砲弾の実験台になっておくれ。ちょっといい感じに天板行ったようにも見えたが、ちょうど複合装甲の部分だったかね。だがもう一発。そう、またしても。てか俺たち撃たれた。さっきのストアブ122じゃなさそうだし、別な敵にも狙われてるってことか。修理完了待ってたら味方が敵リスをすっかり押し込んじゃったし、ヘリのミサイルも飛んでくるし、こりゃあのストアブ122との勝負はお預けになっちまいそうだな。なんとかやり合おうと急いで回り込んでみるも、チケット切れで。ってなわけで5キル1足で勝ちました。これ以上ないほど普通なスコア。さっきの試合といい、この試合といい、パッと洗脳。でもね皆さん、これでもこの車両で2週間粘ってみたんですよ。一応でもこれ以上の試合は残念ながらなかったんですよね。別に弱い車両じゃないのはわかるんだけど、爆発力がないというか、爆発させてあげられないというか、絶望的に肌に合わない車両っていうのかな。好きな車両なんだけどうまく扱えないっていうのかね。でもそれだけじゃないんだよな。この子の魅力を伝えるのはこれらの試合じゃ不十分なんですよ。なんでだと思います？それはね、我々は徳川埋蔵金発掘隊。この魔人のラインに埋蔵金が眠るという情報を入手し、はるばる東国からやってきた。前を走るのは普通科隊員。我が隊の期待のホープだ。流行りのナウでヤングというやつだが、その柔軟な発想は我々には欠かせない。今回こうしてインドはるばる異国の地へと来たのも、徳川が埋蔵金を秘密裏に海外へ運び込み、魔人の防衛線は埋蔵金を守るための城だという説を普通科隊員が導き出したからである。私も初めは突拍子もないでたらめだと疑ったが、彼の心。どうした普通科隊員。普通科隊員なんだ今のは。だ、確か出発前に彼は埋蔵金を守る7人のガーディアンがいるとかなんとか言ってたような。へ、あ、どうもここに来るべきじゃなかったな。なんだこりゃ。あやべきが疲れた。いやあ、これは出発前に普通科隊員が用意してくれていた魔除けの札、通称ストライチ。そうか、そうだったんだな。わかったよ普通科隊員。君の位置は私が決めた。必ず徳川埋蔵金を見つけてみせるよ。
というわけで実戦における主刀が1の性能でした。せっかくこの子の最大の特徴なんですけどね、いかんせんこのランクだとミサイル撃ってくる敵がほぼいないんですよね。ヘリが撃ってくるのも大体ヘルファイアとかこれじゃ防げないのだし、まあでもご覧の通りその性能は間違いないので、しっかり後頭正面向けてレバーのレベルでミサイル撃たれても全部防げます。もちろんやらせじゃないです、全部直撃させるようにお願いしましたからね。この手の装備があるのは未だこのゲーム内でもこの T90A ともう一両のみ、他の誰も持っていない特別な装備を自分のものにできる、それだけでテンションが上がるってものじゃないでしょうか。ロシアが誇るデジタル装備をぜひ皆さんも体験してみてください。それじゃあ本日はここまでですかね。正直試合としては全然パッとしなかったので、そのうちいい試合が取れたらすぐにでも再登場予定です。それではまた次回をお楽しみに。ダバ。